小賀の県通りは、江戸時代後期の苦行。関白、一条中領の子。内大臣、小賀の道明の養子。下には、正二位。内大臣、維新十一位。君一等。小賀の家三十四代当主。水君、祖道とゴ須。京都で誕生する。文政五年に助諭し、文政九年に十三位。天保五年に、正二位。 海江五年に大納言と昇進を重ねる。安政元年に偽装となり、以後は懲罰官の朝廷に努め、条約直教問題、和宮降下問題などに関与した。当時の代理を掌握していたのは、摂政関白でも、武家転送でもなくこの伊達通りの官があったことから、俗に県関白と呼ばれた。安政五年に、右この枝大将、文久二年に内大臣、 国事御用係など養殖を務めた。しかし上位派に恨まれ、間もなく、弾劾を受けて、失脚、失去落職処分となった。明治元年に謝面され、区内省邪行官志向や鴨モ氏、大教制、高天高級所副総裁などを務めた。明治22年、11位、君一党に助せられた。なお明治になってから立て通りは、身八十八強烈三事件では、 自分が中心的役割を果たしたと10回しているが、岩倉公実機では中心は岩倉智もとしており、解決を見ない。ありがとうございます。